日本語のよろしくお願いしますは英語で何て表現しますか？この動画では初対面の相手に会った時と別れ際でのよろしくお願いしますとそれに対する簡単な返事を5つご紹介します。Hey everyone! 皆さんこんにちは。日本語のよろしくお願いします、とっても便利な表現ですよね。英語にはこのよろしくお願いしますに該当する一つの便利なフレーズは実は存在しなくて、ビジネスなのかどんな間柄の相手なのかによって、表現を変えなくてはならないことが多いんです。ですが今回その中でもどんな場面どんな相手に対してでも使えるよろしくお願いしますに似たニュアンスの表現とそれに対する簡単な返事を5つご紹介します。もしこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねを押してください。1つ目、これは皆さんもご存知かもしれませんが Nice to meet you。 初対面の相手に会ってすぐ握手をしながら初めましてという表現です。これに対する返事は Nice to meet you too。 2つ目は Lovely to meet you。 これも初対面の相手に会ってすぐに握手をしながら初めましてという表現です。ただこの lovely という単語は少し柔らかい女性らしいニュアンスが含まれるので、よく女性が使うことが多いです。女性から女性へ、女性から男性へ、どちらに対しても使います。また男性から女性へ使うこともありますが、男性から男性へ使うことは少ないです。それに対する返事は lovely to meet you too。 3つ目、 it's a pleasure to meet you。これはもう少し改まった表現なので、よくビジネスの場面で使うことが多いんですが、初対面の相手、カジュアルな場面でも使うことがあります。ただこの場合出だしの It's a を抜かし Pleasure to meet you と軽く言うことが多いです。 It's a pleasure to meet you の返事は It's a pleasure to meet you too。 もうお気づきかもしれませんが、返事はオウム返しをするだけです。その同じフレーズに to、 私もという単語を付け加えるだけです。 Hi, I'm Haruna. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi, I'm Haruna. Lovely to meet you. Lovely to meet you too. Hi, I'm Haruna. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. 次に別れ際での今後ともよろしくお願いしますというニュアンスの表現です。1つ目、 It was nice meeting you。 お会いできてよかったですという意味です。この時 It was nice to meet you という表現もできるんですけれども、少し距離感のある表現なので、少し柔らかい表現をしたい場合は It was nice meeting you の方がおすすめです。2つ目、 It was a pleasure meeting you。 これはもう少しかしこまったお会いできてよかったですという表現です。なのでよくビジネスの場で使うことが多いんですけれども、カジュアルな場面でも使うことがあります。それに対する返事は It was a pleasure meeting you too。 これらの返事もオウム返しをするだけです。そしてそれに to、 私もという単語を付け加えるだけです。 It was nice meeting you. It was nice meeting you too. It was a pleasure meeting youIt was a pleasure meeting you too. ぜひ次回初めてお会いする方に使ってみてください。いかがでしたか？もしこんな表現が知りたいというのがありましたらコメント欄にお願いします。また毎週新しい動画をアップしてますので見逃さないためにもぜひチャンネル登録お願いします。ではまた !See you next time! での、